どうもこんにちは、ギークインボックスの坂です。みんな語源ベースは好きかい？俺は好きでいい。ということで今回は15万円以下の語源ベースを紹介するということで厳選してやっていきたいなというふうに思います。ベース専門店であるギークインボックスが選んだ割と安価な価格帯の語源ベースとはいえ全然安価じゃないですけどね、15万円っていうのは大変なんですけど、割と買いやすいところでこんなのおすすめですよというところを紹介したいなというふうに思います。紹介するブランドはヘックス、サイヤー、バッカス、マークベース、そしてサドースキー、この5ブランドです。最高のベース取り揃えておりますのでチェックしてみてくださいな。ということで本編エンド。1本目に紹介するのはヘックスギターズの NB505 というモデルですね。英語ではなんて言うんでしょうか、 NB505 とか言うんでしょうか。見ての通りヘッドレスでファンドフレット、そして税抜き7万5000の価格だというところで非常に最近推しているブランドです。はい、2024年のサウンドメッセでこれ見つけて、ですぐその後ソウルで商談してギークインボックスが日本の輸入代理店になることが決まりました。ということで今ねこの NB505 とか、あとはギターのヘッドレスのシリーズとかもねやっております。そっちはトニックでやってますね。はい、この NB505 の特徴を紹介していきたいなというふうに思うんですけれども、ボディはマホガニーボディですね。はい、インドネシア産なんですけど、すごく良いかなというふうに思います。インドネシアのねマホガニーとかそこら辺の木材はすごくクオリティ高いなというふうに思いますね。全然問題を感じないです。ネックはメイプルとウォルナットの5ピースネックと、ラミネートすることで左右差が薄れたり個体差が薄れて品質の一定化だったり安定性の向上だったりが見込めます。そして芝もウォルナットですね。でフレットはステンレスですね。いつまでもピカピカで全然削れない最高のフレットです。スターギターズとかフリーダムとか、そういうハイブランドでよく使われているものですね。最近すごく多いなというふうに思います。僕も好きですね。全然曇らないんですよ。綺麗ですごくいいなと思います。スケールは33から35インチですね。リンゴールとかに比べると少し緩めのファンドフレットですごくいいなというふうに思いますね。 G 弦が34じゃなくて33って縮まっているのが僕的には結構ポイント高いです。 G 弦とか D 弦は特にきつすぎるなって思うことが多いのですごくいいんじゃないかなと思いますね。ピックアップはシングルコイル、オリジナルのものが載っていますね。彼らが頑張ってデザインしたものなのでここら辺のクオリティは僕的にはすごくいいなというふうには思っております。なのでよくあるこの感じのベースに載ってるピックアップってソープバーだったりハンバッキングだったりするんですけど、こいつに関してはシングルコイルなんですよ。だからジャズベースっぽい質感が得られるんですよね。ジャズベース好きとしては結構ありがたいポイントで、しかもバキバキって弾いていくときに割とね 500Hz とか 600Hz とかって削りがちだと思うんですけど、ジャズベってある程度そこら辺が最初からスクープされてる感じがあるので、現代の音楽においてはハンバッキングよりもシングルコイルの2発の方が使いやすいと感じる方多いんじゃないかななんて思ったりしますが、どうなんでしょうね。でプリアンプは3バンドのイコライザーがついたオリジナルのものが搭載されています。カラー展開いくつかありますのでこれです。で価格は税抜きで7万5000円、税込みで8万2500円だと非常に良いんじゃないでしょうか。気になるのが音だと思いますから早速弾いてみます。次に紹介するのがサイヤーの V5、アルダー5ですね。
これは韓国のブランドで、さっきのヘックスとそこは同様ですね。で、作ってるのもさっきのヘックスと同様にインドネシアだと。やっぱインドネシアね、最近暑いんですよ。ピアレスとかもインドネシアで作ってますしね、すごく暑い国かなというふうに思います。最近この前行ったんですけどね、最高でした。はい。で、これはサイヤーをね、マーカスミラーが監修しているブランドとしてすごく名を馳せたというか、なんだあれはってなったわけですよね。ベースはマーカスミラーがやっていて、ギターはねラリー・カールトンがやってます。はい、オールスターですね。で、このベースに目を向けていきたいんですけれども、シンプルなパッシブサーキットを搭載したモデルで、プリアンプがついているものもよくありますよね、サイヤーは。はい、それもいいんですけど、こっちはパッシブで、よりこうサイヤーの実力が発揮されるかなというふうに思います。まあ、分かりやすいかなと。で、ネックはローステッドメイプルですね。指板もローステッドメイプルで、指板面だけがグロスで塗装されています。ここら辺はメイプル指板らしさをより示していくっていうこだわりが見えるかなと思います。まあ、あとはね、もう基本的にはシンプルなジャズベースのスタイルで、弦は裏通しも表通しもできるんですけど、デフォルトだと裏通しになっていますね。まあ、僕はそんなに推奨はしないセッティングですけど、選択肢があることは悪いことじゃないかなというふうに思います。価格は10万980円税込みですね。はい、まあ、15万円以下っていうところでいくとかなり安いかなというふうに思うんですけど、まあ、全然15万円前後の楽器と比べても遜色ないかなと思います。まあ、そういう意味で言うと、さっきのヘックスギターズの NB505、 あれは税込みで8万2500円なので、15万円からはまあ大体半額ぐらいなんですけど、全然あれは最高です。だってもともとあれ僕12万円ぐらいで売りたかったんですよ。はい、だけどメーカーさんの意向で安くなりました。はい、早速これも弾いてみます。続いて紹介するのがバッカスの WL5QMACRSM というモデルですね。まあ、WL5 グローバルシリーズですごくね、人気のある WL5 なんですけれども、これはウッドラインを元にしたものですね。ウッドラインっていうのは日本製の最上位機種のことを示すもので、 WL のデザインを引き継いでいるモデルだと。そして QM キルテッドメイプルですね。はい、こんな贅沢な使い方ができるんだって感じですけど、で AC ということでアクティブモデルですね。はい、2バンドの EQ がついていますね。だからコントロールはボリュームバランサー、2バンド EQ とアクティブパッシブの切り替えだということですね。コントロール的にはサドスキーみたいな感じでしょうか。ノブもサドスキーと同じような感じのものを使っているので、ここら辺はまあ意識してるだろうなっていう感じです。 RSM っていうのは何かっていうと、これですね、ローステッドメイプルっていうことです。そしてこれもインドネシア製ですね。バッカスは日本のブランドなんですけれども、東アジア東南アジアでの生産にかなり強くて、ユニバースシリーズグローバルシリーズと非常にクオリティの高いものを作っているなというふうに思いますね。率直にヘックスもインドネシア製でしょ、サイヤーもインドネシア製で、バッカスもこれはインドネシア製と、でローステッドメイプルしっかり使ってて、すごくインドネシアやっぱ熱いなと、この価格帯では超強いなっていうふうに思いますね。ギークンボックスでもなんかインドネシアで作りたいですね。そして価格が11万7500円税込みだということでございます。日本のベーシストにとってはバッカスってすごく馴染み深いものだと思うので、このクオリティの高さはもう知ってるかなというふうには思うんですけれども、並べて比べた時にどんな感じになるのか気になるところです。早速弾いてみます。
続いて紹介するのがマークベースのベースですね。 MBGV5 というモデルです。見ての通りピックカードがないデザインで、ネックはメープル、しかもこうグロスで飴色になってますね。ここら辺はクラシックな感じです。このネックは一つ価格帯が上、まあ30万円ぐらいの JP シリーズっていうのがあるんですけれども、それと同様のものが使われていますね。なのでそのクオリティに関しては30万クラスのネックだっていう風に考えていいかなという風に思います。見ての通りコントロール割と多めなんですけれども、ボリューム、ボリューム、トーンと、そして3バンド EQ、 この3バンド EQ はマークベースオリジナルのもので、最上位機種と同じものが使われていますね。ピックアップもマークベースのオリジナルだと、ということで作ってるのは中国なんですけど、弾いてみるとねクオリティめっちゃ高いの分かるなというふうに思いますね。僕かなり好きですこのブランドのベース、音いいんすよ、弾き心地もいいし。だから正直この10万円クラスの中国製だとは全然思えない感じかなと、思いますね。最近やっぱアジアすごいっすよね。でこれは中国で作ってからイタリアに全部持って行って、イタリアで全部検品してから世界中に出荷されていくというふうに作られていて、まあ、かなりクオリティコントロールが効いてるなというふうに思いますね。そのやり方でどんだけ儲かんだろうなっていう感じで、僕的にはちょっと価格設定に懐疑的なところがあるんですけど、まあまあ非常にお得なモデルだなというふうに思ったりしますね。クオリティ非常に高いです。価格は149,600円、税込みですね。気になるのが音だと思いますから聞いてみてくださいな。弾きます。続いて紹介するのがシャドウスキーの MX21HP5 というモデルでございます。なんで21は日本語で言って5は英語で言うんでしょうね。 MX21 のHX5 みたいな、ちょっとなんか恥ずかしさがあるよね。まあいいんですけど、シャドウスキーはニューヨークのブランドで、マーカス・ミラーとかウィル・リーとか、もしくは日本でいうと川崎哲平さんとかが使っているブランドですね。世界的に人気があるブランドだなというふうに思います。最近はですね、メトロラインとかメトロエクスプレスっていうのはワービックが、管理するようになっておりまして、シャドウスキーのメトロラインエクスプレスは中国製になりましたということで、価格帯も下がって15万円あれば買えるよっていうことですね。はい、最初の頃ねロゴが違ったんですよ。シャドウスキーって書いてなかったんです、あの権利の関係で中国の。でもこれはシャドウスキーロゴが復活しましたというか、急しましたというか、なんて言えばいいんでしょうねっていうものです。中国で作られています。ローステッドメープルネックですね。そしてピックアップ、これジャズベースのシェイプなんですけれども、 PJ になってます。ここが少し珍しいとこかなというふうに思いますね。コントロールはボリュームとバランサーと2バンド EQ ブストのみということでございますね。はい、でここ引っ張ったらアクティブパッシブだと。はい、このブリッジとかもパッと見いつものあれだなというふうに思うんですけど、メッキの感じとかが全然違うので、違うパーツなんだろうなというふうに思います。このチューナーに関してもそうですね、ヒップショットのスタイルですけど、なんかメッキが全然違うから、そういうことだろうなと思います。よくねあるんですよこういうのは、ヒップショットのスタイル A みたいなブリッジ、エキゾチックが使ってたりするじゃないですか。あれもヒップショットじゃないので、そういうことよくあります。でこれに関してはプリアンプなんですけど、上位モデルとほぼほぼ同じものが載っているので、そういった意味では少しお買い得かなというふうに思いますね。プリアンプはねやっぱりこうコストがかかりづらいところかなというふうに思いますから、そこを最上位モデルと同じようなものを使えるっていうのはすごく大きいメリットかなと思います。マークベースもそうですよね。はい、価格なんですけれども、税抜きで14万円、税込みで15万4千円、ちょっとね足出ちゃうんですけど勘弁してくださいという感じでございます。いい感じで音作って撮ってみるので、期待してみてくださいなということで聞いてください。
はい、ということでたくさん紹介しました。いかがでしたでしょうか。三者三様というか五者五様というかキャラクターが違って面白いですよね。ちょっと僕の好みが出すぎてるかもな。でもどれもやっぱりジャズベ好きな僕に響くんで、ジャズベ好きなあなたにも響くんじゃないかなというふうに思います。例えばヘックスだって全然ジャズベっぽくないけどジャズベだし、マークベースとかもねちょっとキャラクターが濃いジャズベだなって思いますしね。ここら辺はぜひぜひね実際に触ってみてほしいなというふうに思いますね。 GIB 横浜の在庫を今引いたんですけど、GIB 兵庫だったり GIB ソウルだったり、はい、そこら辺にもお店ありますのでね、ぜひぜひ皆様来てみてくださいな。皆さんどれが好きだったかぜひぜひコメントで教えてください。もしくは15万で5弦だったらこれもおすすめだぜみたいなことも教えてほしいなというふうに思います。ということで本編終わり。最近ね新製品のリリースがめっちゃ多いんですよ。もうドドドドってきてて、この間ココ出したじゃないですか、 GIB ベーシックの。あれもねすごくおかげさまで好評ですし、あと GIB ベーシックでいうとネオフィットストラップっていう体にすごく楽なやつも出ましたね。あとウーフィーのクラシックシリーズでしょ。あとこのヘックスもそうだし、いやもうバンバン出るんですよ。もういっぱい企画溜め込んでてすごく楽しみだなというふうに思いますね。海外からのものもすごく多いし、あと僕これから韓国行ってその後ドイツなんですよ。だからドイツでもまた新しいの引っ張ってきますしね、うん、楽しいこと多いんじゃないかなと思いますね。どうですか最近キークンボックス、皆さんから見ててこのチャンネル10年近くやってると思うんですけど、まあ、初期から見てくださってる方もいらっしゃるわけじゃないですか。昔から見てキークンボックスってどうすか、なんか変わっちゃったなみたいななんかがっかりな感じなのか、一緒に成長してきてるぜみたいな感じなのか、僕は結構ね気になるんですけど、僕自身はやってることあんまし昔から変わんないというか、使えるお金が増えたり手伝ってくれるスタッフが増えたり、まあ、そういう風に世の中から評価されたり会社自体が大きくなったりグループがちょっと大きくなってきたりしてはいるものの、僕自身はあんまり変わんないつもりでやってるんですけどね。どうですか、佐賀さん変わっちゃったなって思いますか。ギークインボックスの佐賀でーす。今日はダークグラスエレクトロニクスのアルファオメガウルトラをレビューします。どうすかね、僕ちっちゃい頃から顔とかあんま変わんないですけどね、どうでしょうかってね思いますけどね。でもこれからもねギークンボックスの仕事はもっとたくさんやっていきたいなと思いますし、もしくはトニークの仕事とかもねもちろんそうですしね、あとロージエとかウーフィーとかジーニーとか、まあそういうブランドに関してももっと進化させていきたいなっていうふうに思っていますから、いろんな意見をいただきたいなっていう感じです。だからコメントしてくださいっていう感じで やっておりますわ。多分この動画が出る頃にはぼちぼち僕もソウルに半分ぐらい引っ越してると思うんですけど、どんな感じになるんでしょうね、まあ、来月どうなるかも分かんないじゃないですか。だからそういうエキサイティングなベースライフをね皆さんと一緒に送っていきたいななんて思っております。はい、最後までご視聴いただいてありがとうございました。ギークインボックスでは Twitter とか Instagram とか Facebook とか Meta とか、まあ、いろんなソーシャルメディアやっておりますので、そこら辺もチェックしてもらえればなと思います。 GIB ソウルのアカウントもあります、 GIB 兵庫のアカウントもあります、 GIB 横浜もあります。まあめっちゃあるから、でそれぞれね違うこと言ったり、まあ、同じこと言ったりするとは思うんですけれどもね、まるっとチェックしていただけたらなと思います。そしてぜひぜひここまでせっかく見たんだったらチャンネル登録してみてはいかがでしょうか。チャンネル登録者数がね増えれば増えるほど僕はすごくハッピーだなと思います。チャンネル登録者ポンって押すのはただですけど、僕のハッピーそれでね増えるんだから押した方がいいなって思います。だから僕もそういうの思うんですよ。チャンネル登録しとこうとか、なんか動画面白かったですってコメントしとこうとか、たまにね K-POP のチャンネルとかに僕のコメントが残ってると思うんですけど、まあ、そういうのいいなと思いますね。一日一善してくださいな。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。